10月26日、日本時間27日にアブダビで開催される総合格闘技イベント UFC308 の前日計量が行われた。メインイベントのフェザー級タイトルマッチ145ポンド 65.77kg にて対戦する王者のイリアトプリア27イコールドイツと挑戦者で同級2位のマックスホロエー32イコール米国が共に145ポンド 65.77kg で無事にパスした。フォト動画トプリアとホロウェイが仕上げた強靭ボディ。フェイスオフで睨み合いトプリアはキャリア15戦全勝で UFC の頂点に輝いた実力者。今年2月の UFC298 で当時の王者アレクサンダー・ボルカノフスキーに挑戦し、2RKO を勝利。 右フックでダウンを奪いパウンド連打でボルカノフスキーを失神させた。柔術黒帯で13フィニッシュ、5KO、81本、と高い決定率を誇る。対するホロウェイは卓越したボクシング技術で多くの KO を生み出してきた元同級王者。22年7月に当時の王者ボルカノフスキーと3度目の再戦で判定負けし王座奪還ならずも、アーノルド・アレン。 ジョン・チャンソンと競合を次々と撃破。今年4月の UFC300 回記念大会ではジャスティン・ゲージーとのライト級マッチで大激闘の末、残り1秒、至近距離での打ち合いの中、強烈な右フックでゲージーを失神させ、歴史に残る慶応劇を見せた。トプリアは仕上げた強靭ボディで軽量パス、フェイスオフでホロウェイと睨み合った。トプリアは、明日の夜、 私が世界最強のファイターであることを再び証明する。楽しみにしてほしいと自信の表情。一方のホロウェイは、明日が決戦の時、おしゃべりの時間は終わりだ。みんな注目してくれ、と叫んだ。ムハイトプリアの初防衛成功か、それともホロウェイの大座帰り咲きか。